キーパーに戻します。キーパーから前線へ、裏を狙っていきます。いいボール入りますよ。先日行われた試合の采配ですが、北澤さん、正直どのくらいになりました？まあそうですね、あれは途中からディフェンスの相性を減らしてシュート、さらに来る、うわー、クロスバーの少し上、ハノーファー、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。先ほどから前線の両サイドがワイドに開いているように見えるんですが、北澤さん、どうご覧になりますか？確かにサイドに張ってますよね。こういう場合は少ないタッチ数で素早く展開すると効果的ですよね。なるほど、そうすることでサイドで有利な状況が作りやすいということですね。はい、素早くサイドチェンジをして反対側の選手にボールを渡すことができればチャンスになりますからね。まあ、中盤から長いパスで裏を狙ってみるのも面白いと思いますけどね。まさにそこが狙いどころですね。そうですね、裏へのスルーパス、このパスを下げます。メイゼン・グラートバッハ、前半にまだシュートがありません。ミロクビッチを使えてますよね。ここは一旦キーパーへ下げます。キーパー前へ取り出します。ワット裏を狙う、フリーで受ける、少しルーズになる、カウンターを仕掛けていきます。この辺は展開して厳しくいってますよね。ここでファウルがありました。およそ30メートルというところです。この試合初めてのセットプレーです。そうですね、まずはこの1本目注目ですね。スペースへ、ここで受けて、アノーファ、ここクリアでランを逃れます。
ボールを送ります。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ルーズボール縦へのボール、アノーファー、これは奪い返します。裏を狙っていきます。絶対に一度受ける、ボールを受けて、さあカウンタースピードを上げたいところ、ボールのところパス抜いた、さあ勝負です。前半終了です。15分間のブレークの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半0対0。さあ北澤さん、前半ゴールネットを揺らすシーンは見られませんでしたね。派手なゴールシーンはなかったんですけども、うん、激しいチェックやボールの奪い合いなど、はい、注目すべきプレーがたくさんありましたし、ね、というところで好ゲームを演出しましたよね。そうですね。ハノーファー対メンヒン・グラートバッハ、前半先日行われた試合では僅差でしたが敗れてしまいました。組み立て直します。キーパー前へ蹴り出します。クラブ、サイドを使う、さあカウンターのチャンスになります。パスと飛び出しですね。攻撃の形は良かったですから、このアップも狙っていってほしいですよね。アノーファー、チャンスを迎えたシーンがありました。上がる、ここはすぐ奪い返します。メインセングラウンドバッハ、ただロングボールを入れてきます。アノーファー、先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙っている感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人取ったのが増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどね、逆にボールを奪った時にはまずこの選手に出せばいいので気が楽な分もあると思いますけどね。前線の選手に預けさえすれば、はい、とりあえずラインも上げられますからね。そうですね、抜けてくる、シュート、来た、先制、メンヘン・グラートバッハ。後半に入ってゲームが動きます。これは見事なカウンターからのフィニッシュ、北澤さんどうご覧になりますか。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。これがシーズン6ゴール目になりました。メンヒン・グラートバッハ、ベンチに動きがあります。さあメンヒン・グラートバッハ、先制ゴールを決めました。1対0。この辺の、ね、1点の重みってもありますよね。試合の状況がガラッと変わりますからね。パスでつないで攻め込んでいきます。アノーファー、激しいボールの奪い合い、いいボールだ、あら道へ。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。
加点には至りません。メインチェングラートバッハ、この時間帯で2点差に広がってしまうと、リンデスという方が非常に余裕を持って試合を進められますよね。はい、まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。アノーファー、これで交代枠を全て使い切りました。ゴールキックとともに試合終了のホイッスル、1対0、メンチェングラートバッハ貴重な勝利です。勝ち点3をものにしました。リーグ5位。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか？メンチェングラートバッハとしては後半に入ってからやっとリズムを掴んできたのかなっていう印象を受けましたね。また相手をゼロで抑えたというのも勝ち方としては良かったですよね。はい、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。メンヘングラートバッハ、勝利して勝ち点3を手にしています。